先生先生、はい、最近なんか政治家の世襲について問題になっていると思うんですけど、先生これどう思われますか？そうですね、今国会議員の3分の1以上は世襲議員、お父さんあるいはおじいさんの代からですね引き継いで、それをねうまく利用して政治家としてのね活動を展開しようとしている人があまりにも多い。世襲議員がねやっぱり自分の力で自分の選挙区をですね勝ち抜いてくるっていうんであれば納得できると思いますけれども、苦労もないままジーやバーやからですね準備した路線にのっとってですね議員バッジをつける、これではですね日本の政治これ良くならないと思います ね。例えばね小泉さんだってですね、ね新次郎君がね大きな期待を集めていますけれども、結局彼だってあのお父さんの地盤をねそっくり引き継いでいるわけなんですから、偉そうなことをね言うことはね、やっぱりもう自分で新しいね選挙区にね飛び降りてね、そこで有権者の方々のね気持ちをぐっと掴んで、それで選ばれて国会に入るというような形にしないと、地盤をそのまま引き継いでっていうことはやっぱりね規制すべきだと思いますね。